マイク・スタントンは、アメリカ合衆国テキサス州ヒューストン出身の元、メジャーリーグ選手。2007年終了時点で、メジャー史上2位の登板記録保持者だが、所属していた、シンシナティレッツを2008年開幕直前に解雇となり、2008年開幕以後は、どの球団にも所属せずフリーエージェントとなっていた。1987年の MLB ドラフト13で、 アトランタブレーブスに指名され契約。1989年8月24日にメジャー初登板を果たした。当初はチームも本人も低迷していたが、1991年に74試合に登板して5勝5敗7セーブ、防御率2.88と高騰。チームは前年の地区再開から地区優勝を果たし、ワールドシリーズ進出を果たしたが、 ミネソタツインズに敗れる。翌1992年も65試合に登板。チームは2年連続のワールドシリーズ進出を果たすが、トロントブルージェイズに敗れた。1993年は、通算最多セーブ記録保持者のジェフリアドンの放出で、クローザーを務め、27セーブを挙げる。その後も毎年コンスタントな活躍を見せ、 ニューヨークヤンキースでは1998年から2000年にかけて3年連続ワールドシリーズ制覇に貢献した。1999年に一度だけ先発登板している。2001年には MLB オールスターゲーム出場を果たした。2007年終了時点で史上2位の1178試合登板を記録していたが、同年オフにミッチェル報告書に スタントンが成長ホルモンを使用していたという報告があった。この影響もあってか2008年開幕直前の3月28日に所属していたシンシナティレッツの若返りの方針もあって解雇された。ミッチェル報告書の目玉でもあったバリー・ボンズやロジャー・クレメンス同様他の球団との契約には至らなかった。2009年に カブスのキャンプで共にマイナーからの招待選手として言い合わせた田口総曰くスタントンが投手をやるようになったのは大学時代からだという。ありがとうございます。